てたような足跡と生活の痕跡が残ってるな。ここには人がいたのか。ここ一帯を探してみるぞ。突然消えるはずもねえからな。入り口が隠されていたか。どうやらこの中が奴らの拠点みたいだな。さらわれた人も中に閉じ込められている可能性が高い。タクヤもこの中に逃げたんだよな。ん？どうした？ああ当然だ。俺様は別にバカじゃない。あんな考えを実現しようとするなんざ、世界中を見渡してもタクヤの野郎しかいねえだろうな。俺様はあいつを助けに来たんだ。失敗は許されねえ。ん？何言ってるんだ？なぞなぞの時間なのか？ははは。先に進むぞ。気晴らしになるな。了解。あなたの運命はすでに我が手中の糸が絡め取った。きっと俺様に任せろ。
よ。やはりここまで。やはりダメだった。やはりダメだった。まだ大輔が捕まったかどうかわからないだろう。けど大輔は、あの子は。お前たち、大輔の両親なのか？大輔を見たの？あの子は今どこに？無事なのよね？安心しろ。大輔なら無事だ。ほれ、地図を見ろ。今は八丁里島のここにいる。一人じゃないから、安心してくれ。早く会いに行くといい。あいつも。お前らのことを心配してる。あなたたちが大輔を助けてくれたの？なんとお礼を言ったらいいか。気にすんな。やるべきことをやったまでだ。男たるもの、他人を見捨てるわけにはいかんだろう。まったく、ちょっと褒めただけですぐ調子に乗る。それは奴らが強欲で、金のためなら何でもやる連中だからさ。誰も逆らうことはできない。逆らったら。あいつら、本当にここの人たちに手を出したのか？それが、してないんだ。鬼の角が生えた人がいてな。そいつが、僕たちを守ってくれた。あ、そういえば、この人の角にそっくりだな。彼は夜になると、こっそり食料や水を持ってきてくれるの。彼が一体何を考えているのか私には理解できないわ。あなたは彼のお友達？それとも親族？まあ親族ちゃ親族だな。彼は何か事情を抱えているのかしら。私には彼が悪い人のようには見えないの。むしろ
一時の気の迷いで過ちを犯してしまった子供のように見えたわ。なんつうか、あいつは悩んでてな。俺様はその迷いを晴らしてやるつもりだ。そう言ってもらえて安心だわ。彼にあなたのような親族がいてよかった。安心しろ、俺様は期待を裏切らない。必ずあいつの目を覚ましてやる。ここはまだ安全じゃねえ。早く離れた方がいい。ええ、本当にありがとう。あなたは私たち家族にとって命の恩人だわ。過ちを犯した子供か。早く行こう。手遅れになる前にな。追いつけない。おそらくこの辺りだ。おとなしく捕まりやがれ。天道万象、鬼の狂気ランブ。そこまでやがれ。ダメだ、そこまで。天道、ここにある。剣を盤石。これでどうだ。ここまで。やはりダメだった。貴様らこれで勝ったつもりか。見くびられたもんだ。ここは俺のアジトだぞ。一ついいことを教えてやる。俺は昔ある貴重な札を手に入れてな。この札の面白いところは、そのうちの一枚を破るともう一枚も破れるってところだ。くだらねえ話に耳を貸すつもりはねえ。たかが札だ。それで何ができるってんだ。こっちに来るな。話を最後まで聞きやがれ。もう一枚の札がどんな効果をもたらすか気にならないか。もう一枚はな、ある装置を起動させる重要な部分に貼られてる。それが破れると無数の爆薬が起爆するって寸法だ。ここを全部吹き飛ばす気か。もちろん俺は脱出するための通路を用意してる。貴様らはこの砦と共に地中深くに埋もれるがいい。じゃあな、身の程知らずの愚か者ども。あれ、どういうことだ。札、俺の札は。どうした、まさかこれを探してるのか。その札、いつの間に。変な真似をされたら困るからな、あらかじめ奪っておいた。何の真似だ。貴様、俺を裏切る気か。裏切るなら、ここの全員を生き埋めにするつもりだったお前こそ裏切り者だと言えないか。チッ、その札を返せ。能書きを垂れるのは終わったか。終わったんなら少し黙っててもらうぜ。よくやったタクヤ、お前がいてくれて助かったぜ。下がれ。は？下がれと言ってるんだ。さもないとこの札を破る。おいおいおい、分かった。とりあえず落ち着け。お前一体何がしたいんだよ。この男の起爆は阻止したが、
俺自身がそうしないとは一言も言っていない。生き埋めにされたくなければここにいる全員を連れて今すぐここを離れろ。そんなことお前にはできねえだろ。もしお前がそんなに残忍なやつだったら、なぜ今まで会ってきた人間をかばうようなことをした。お前と話し合うつもりはない。さあさっさと行け。この件は最初から最後まで俺一人が犠牲になればよかっただけなんだ。どうしてお前はそう首を突っ込む。犠牲になっていいやつなんて誰一人としていねえ。じゃあどうしろって言うんだ。俺は鬼族の誇りに泥を塗り先祖との約束を破った。俺自身の誇りは犠牲になることでしかもう取り繕うことができない。一族が十分な物資を得るために俺はこの道を選んだ。花から生き残るつもりなんざないんだよ。これは全て青鬼一族の問題だ。もしお前が、お前さえいなければ完璧な結末を迎えられたというのに。ここにいたぞ。今度こそ逃がすな。しまった、もう逃げ道がないぞ。おい天領奉行、来やがれ。俺を捕まえろ。この一件は全て俺の仕業だ。新たき一途とは関係がない。お前らは人間の罪人を捕まえる専門家だろう。ならば誰が罪を犯したか一目でわかるはずだ。まさかあいつ昔話と同じやり方を。赤鬼のために自分を犠牲にするつもりなんじゃ。うるせえ、そいつの話なんかに耳を貸すな。お前らは俺様を捕まえに来たんだろ。俺様を捕まえずに戻って上にどう説明する。お前バカな真似はよせ。おいタクヤ、お前自分を犠牲にしたら全てが丸く収まるとでも思ってるのか。お前の犠牲は俺様だけでなくお前の大切な一族さえも守れねえ。そいつらを生きながらさせることなんざできねえんだよ。犠牲になるってことはただお前だけが現実から逃げてお前だけが解放されることなんだ。よーく聞け、鬼族の男ってもんはな、そんな甘ったれたけじめのつけ方なんかしねえ。お前の犠牲で鬼族の誇りを汚す気か。青鬼は厳しい生活を送ってきた。ならばそいつらに新しい生活を与えてやろうじゃないか。だが犯した過ちはしっかりと償え。現実は俺らをひどくもてあそんだ。だったら俺らはその現実をぶっ壊してやろうじゃねえか。全てが片付くまでおとなしく俺様の横にいろ。もう自己犠牲なんざ考えるな。まだ俺らは終わりじゃねえだろ。タクヤ、ここは俺様に任せろ。まだ大勢の人質が残ってる。そいつらを助けに行く。でも見くびんじゃねえ、お前ら逃げろ。さあ早く。ほっといてくれ。お前は逃げろ。これは俺が受けるべき罰だ。黙ってそこで待ってろ。
のタクヤは無事だよな。そのしけだつらはよ、大丈夫だって言っただろ。お前らの豆にさえ当たってなければな、今頃もっとかっこよく決まってたっつのに。どうしてだ、どうして俺のためにそこまでする。俺は罪人だ、助ける必要などないのに。俺たちは鬼族同士だからな、同じ血が流れてる。俺らの父ちゃん母ちゃん、じいちゃんもばあちゃんも家族を見捨てるなんてことは教えなかったぜ。むしろもっと早く俺様のところに来いってんだ。俺様の存在を知ってたんなら最初から相談しに来い。俺様は決して断らん。青鬼は赤鬼に迷惑をかけないために消えたんだ。俺がお前を頼れば青鬼が過去に行った努力を全て否定することになるだろう。それは違うぜ。俺様は確かに自己犠牲を選んだ青鬼を尊敬してる。そして彼らの努力は決して無駄じゃなかった。青鬼がいたからこそ鬼族は今まで生き残れた。そして人間と共に暮らせる時代を作れたのも青鬼たちのおかげだ。俺様の全ては青鬼の恩恵を受けてると言える。今の稲妻はお前の角の色が違うからといって悪人扱いなんざしないと思うぜ。だがお前だって苦労してるんじゃ。それは俺様自身の選択だ。俺らの約束をまだ覚えてるか。人間に媚びるんじゃなく自ら人間の尊重を勝ち取る。俺んとこの荒竹屋の野郎どもはみんなあんまり他人に好かれてない。アキラはいびきがうるさいし、ゲンタは気性が荒い、マモルは色の染みが悪いしね。鬼バーバも俺様を引き取ったせいで鬼バーバって呼ばれるようになった。みんな差別を受けバカにされたことがある。だがそんなことはもう気にしちゃいねえ。俺様そして荒滝屋が守り抜こうとしてる誇りってもんは不幸な経験をした人たちを受け入れ理解することだ。じゃあ俺は。安心しよう、荒滝派は変わり者ばっかだ。お前一人増えたところで何の問題もない。カイラギとさらわれた人はこちらで対応した。お前らもそろそろ話を切り上げてもらおうか。タクヤ、調査の結果強盗罪と人さらいの罪でお前を連行する。おとなしくお縄についてもらおう。お前が今回の悪事で得たもの、つまり一族に与えた食料や物資は全て押収する。それだけはやめてくれ。あれがないとあいつらは。大丈夫だタグヤ、あれはもともと俺らのものじゃなかった。だが心配はいらん。お前の一族は俺様が面倒を見てやる。青鬼どもの状況を知った以上もう苦しい生活を送らせはしねえ。何をカッコつけてるんだ。お前は公務執行妨害だ。よって同じく連行する。おっとそれを忘れてたぜ。どうが問題ねえ。荒滝派の兄弟たちに青鬼一族を任せ。彼らも全員捕まえた。はあ、天領奉行の仕事を邪魔したんだから当たり前だよな。ならばお前らに任せるしかねえな。青鬼の剣を鬼婆婆に伝えてくれ。また鬼婆婆の手を焼かせることになっちまうが感謝すんぜ。最後まで助かった。シャバに出てきたらまた改めて礼をさせてもらうぜ。お前らもだぞ。こいつらは全員過ちを犯した。手を貸したとなると連帯責任を負ってしまう。だがお前らは特殊な身分でもあるし、かなり複雑な事件だから今回は不問としよう。え、悪かったな。待て、まさかお前すごいやつだったのか。
やはりこの俺様の方がすごい。じゃあな、またいつか会おう。光が十分、生物活動も活発。うん、スケッチに向いてるね。そんなことをするとは、イットらしいの。イット兄ちゃんはやっぱり捕まっちゃったの？捕まったけど、悲しむ必要はないわ。きっとまた会えるから。無茶なことをしたかもしれないけど、私たちの力になったのは確かよ。うん、母ちゃんの言う通りだ。イット兄ちゃんは僕を助けてくれたすごい人なんだ。だからといってイットの真似をしてはいかんぞ。イットは他人に迷惑をかけておる。すごい人って言葉はあやつには似合わん。イットを言葉で表すのなら、お前らがいつも遊んでる鬼カブトムシじゃろん。そんなことをするとは、イットらしいの。イット兄ちゃんはやっぱり捕まっちゃったの？捕まったけど、悲しむ必要はないわ。きっとまた会えるから。無茶なことをしたかもしれないけど、私たちの力になったのは確かよ。うん、母ちゃんの言う通りだ。イット兄ちゃんは僕を助けてくれたすごい人なんだ。だからといって、イットの真似をしてはいかんぞ。イットは他人に迷惑をかけておる。すごい人って言葉はあやつには似合わん。イットを言葉で表すのなら、お前らがいつも遊んでる鬼カブトムシじゃろうな。いかつい顔じゃが、心は優しい。悪事を好まぬが、戦いを恐れない。よくわからないけど、きっと褒め言葉なんだよね。またイット兄ちゃんと虫相撲で遊びたいな。おばあさん、子供の面倒を見てくれてありがとう。それと、新たきイットと彼の友人が早く釈放されることを願ってるよ。ああ、安心せえ。天領奉行のお偉いさんたちが白黒はっきりさせてくれるはずじゃ。それでは、僕たちはそろそろ帰るとしよう。また今度遊びに来ます。最後は円満に終わることができた。不幸中の幸いじゃったの。
青鬼一族の件は私に任せてほしい。老体にできることは少ないが、他人の面倒を見ることだけは得意じゃ。何か手伝おうか？一人で大丈夫じゃ。お前さんたちは冒険を続けるんじゃろ。イットが釈放されたら手伝ってくれるはずじゃろうしな。そうじゃ、それがイットの一番可愛らしいところじゃと。そう思わんか。思いついたことを誠実に、揺らぐことなく勇猛果敢にやり遂げる。私があやつを引き取った時、周りからは変わり者だと揶揄され、鬼バーバと呼ばれるようになった。じゃが、私はこの名前を不快に思ったことはない。むしろ、誇りに思っておる。なぜなら、イットは私の自慢じゃからの。昔々、あるところに、仲のいい赤鬼と青鬼が住んでいました。人間と友達になりたい赤鬼の願いを叶えるため、青鬼は悪者を演じ、姿を消してしまいます。長い時が経ち、赤鬼は人間と友達になると、青鬼もこの輪に入れたいと思うようになりました。ですが、青鬼の行方はわかりません。彼を探すため、高い山を越え、大きな川を渡りました。青鬼の痕跡はたくさんありましたが、それを見つけるたび、彼はわざと隠れているのだとわかりました。赤鬼は青鬼を真似て、荒野に一通の手紙を残します。青、僕にはたくさんの人間の友達ができたよ。もうすぐ盛大な宴を開こうと思うんだ。友達に参加してもらいたい。もちろん青もね。会わなくてもいい。隠れながらでもいいんだ。青鬼はこっそり村に戻ると、身を潜めながら豪華な食事と暖かな火を眺め、その光景に憧れました。でもお腹が鳴ろうと、青鬼はかつての誓いを胸に、ただ遠くから眺めているだけ。すると突如、赤鬼が背後から現れます。青鬼は驚きました。よう、やっと帰ってきたか。あいつらにお前を紹介させてくれ。俺様の最高のダチを。